さんこんにちは、七人チャンネル今日もねやっていきたいと思います。 3.6 とね 4.8、まあ、それぞれ、大成功をね収めて、まあ、今回はね 6m3V 小中大とあとこれね補強部材、ちょっとね1本の長さがね長いので 4.8 よりもねたわみやすい可能性は高いかなっていう、ラインナップの中で補強をするのがどうかな、難しいかなっていう感じなんですけど、まあ、そういうことでね早速作業に取り掛かっていきたいと思います。それでは外、前のところね今仮組みで上をつけるのに組んでるだけなので、ここをまずね外していきたいと思います。ね、はい、前を、取っ払って 6m ドームのね大開口仕様、はい、骨組みまで完成しました。どうでしょう、鋼材の効果か、そんなにね真ん中がたわんでるというねそういう印象はないですね。一応ね、これも 4.8m で説明したんですけど、補強材ね、この一番端っこのところからね、この二重の補強のフレームが入ってます。ここずっとこう上がっていって、ここまで、はい、落ちてますね。はい。そして、はい、こちらにね落ちてますね。そしてこの前から2個目のところですね、ここがねうわーっと上がっていって、はい、落ちると。でこの2段目のね材がねクロスして、ここにかなりね力がかかるので、まあ、反対側もね同じようになってます、ね、しっかり入ってますね。でこのバージョンは 4.8 と違って、このね真ん中からこうサイドにこう出ていって、さあ骨組みまでは問題なくできているように思いますが、この後ねいよいよ 6m のねドームに天幕と雨受けをつけていきたいと思います。
はい、完成しました、ね、こんだけね、もうでかい、もう見てください、このでかさ。もうね、前のこのサイズのね、こう出入り口やってたって思うとね、もう見てください、この広さ、ね、もうこれライブしてる人とかもめちゃくちゃスカーンって抜けてて、もう気持ちいいんじゃない、ね、こういつもこうやって入ってましたからね、ここにね、そういうのがないっていうだけでね、まあ、こんだけね、はい、広くね使えるという。開いててね、これ今までとちょっと全然違う感じです ね、横のサイドから見た感じもね、はい、どうですか、このカーブ、出入り口のねカーブの感じとかもね、そんなこうたわんでるっていう感じではないですね。出入り口、今回はね6メートル広いので、まあ、三角に開けずにここのねちょっと強度を保つために下に残してますけども、まあ、こういう風にねいろいろその時の状況でね臨機応変にね判断してつけたり外したりっていうのをねできるしやすいのがねこの日球ドームのね良さなのでね、はい、そしてはいこうねドーンと開いたの。高すぎて収まらないみたいなね、はい、まあ、こんな感じですかね。はい、そういうわけでですね、今回はね6メートルドームこんな感じで仕上がりました。まあ、最初はねちょっとねここがねやっぱりでかい分たわむかなっていうそういう心配もあったんですけど、なんとか成功したんじゃないでしょうか。はい、こんなことで今回のね、検証も成功ということで、はい、次回はね残すところ今ラインナップ中のね最大の 7.2 メートル 4V やりたいと思います。ちょっとねいつになるかっていうのはねまた言えないんですけども、6メートルまではね今のところ順調に来てます。そんなわけで次回も楽しみにしててください。おっと、そうだ、今回はねこの6メートルドームやった後に連結ドームっていうのもねやりたいと思ってまして、先にちょっと6メートルドームの媒介工の方をアップしてから紹介できたらいいかなと思います。はい、そんなことで今回もご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。